はい、皆さんおはようございます。今日は生坂村の小田角にいます。昔の地名だと思いますけれども、中垣戸というところにいます。こちら中垣戸巨漢跡ということで、戦国時代の末期丸山正友の巨漢があった場所にいます。はい、そしてですね、今日の目的地山城ですけれども、あそこのとんがり見えますね、そこが中野山城といってね、山城の跡がね、てっぺんにあります。で、さらにそちら側には、お池城、お池城のね、跡もね、対岸にあるということで、この周囲山城がね、とてもたくさんあるところです。はい、ではですね、今日はここの中野山城に登りたいと思います。1年にね、一遍か二度、これから上ずっとね、村の山で、はい、下草刈りを、今の若い人はそういうことはやらない。ね、行くならね、その上まで行ってみて、その上に杉林があるね。杉林ありますね。杉林のね、あれのとこ上がってくとね、上がってってですね、行けると思うかね。わかりました。ちょっと行っちゃいます。まず試しに、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。地元の方にね、お話伺ったんですけれども、今はね、ここ登る方もね、ほとんどおられないということで、道方もね、ないということでしたけど、向こうの方にね、昔の集落があって、その使われてた道とここから登っていくとぶつかるっていう話でしたんで、地図を見ながら進んでいきたいと思います。はい、では母さん行きましょうか。はい、わかった。道型があると思いきや、これカモシカです。カモシカのようですね、の足跡。獣道、よいしょ。でも冬だからね、草も生えてないので歩きやすいですね。ここまで急登ですけど歩きやすいですね。こちらから来まして、杉林に入ります。で、峰を通っていくと多分山頂にたどり着くんじゃないかな。ここまで来ると沢を渡るのは簡単です。よし、ね、杉林はこの時期歩きやすいですので、ここ行くのがいいと思います。はい、だいぶ登ってきましたね。正面がね、お池城で、向かうは中野山城です。明るくなっているところがね、山頂でしょうか。あそこにね、少し建物見えますね。はい、建物、昔の集落跡でしょうかね。よいしょ。昔の建物跡があります。タイヤ草が咲いてます。本当だ、福寿草。福寿草、うん、本当。春になると咲きやすい。春だね、うん、ほら、こっちも踏まないように気をつけて。ここの集落跡から南の方向です。はい、
尾根をねずんずん登ってきます。なんか道型ありますんでね、昔のあの山城があった時から使われているあの尾根の道なのかもしれないですね。あそこの一番高いところがね高松薬師城 でこちら側に今隠れてますけどお池城があるということで、ここね三方向から見渡せるようなね地形になってます。こういった石垣のような石が落ちてますね。昔使われてたこういうの跡なんでしょうかね、石で。ここ開けてるところあります。ここ何かねあの建物があった跡なんでしょうかね。はい、山頂はそこですね。あそこがホンクルワだと思います。はい、まもなくね山頂です。よいしょ、お池城、高松薬師城ということで、あのこの長野山城を含めてね、比企丸山市連携してね、城の守りを固めてたんじゃないかななんて思いますね。段の上がね、ホンクルワだと思いますけれども、そこにね堀ありますね。ここね掘ってね城の守りを固めていたのでしょうか。こんな感じですね、掘った跡ありますね。まあこういったところにもね石垣なのかな、石積んだような跡ありますよね。ここね、こっちもありますね。ここね苔生えてますね。なんだよね、江戸時代から考えると、戦国時代から考えると、何百年500年前ぐらいの建造物ってことになりますね。建築物っていうのかな。はい、あ、看板だ。はいね、こういった険しい山頂にねなんと看板があるんですよ。はい、山頂到着しました。中野山城跡ということで、丸山筑前の森正友の山城、標高約700m、元禄11年、1698年だから江戸初期から中期かな、中期頃のね諸城町に乗る。本城の広さ 17×16m、 ここのちょっとした一角ですね。はい、東側に土塁と石垣跡、西側に石垣跡や帯曲輪が2箇所ある。うーん、新之城の物見台があるということで、東側、そちら側かな、東側だからね。こっち側、こっち側、あれ、ということで、さすがに、ここ山城ということでね見晴らしがすごく効きます。眼下には西川のね、交通も見渡せますし、向こう側ね、高松薬師城や、向かい側のお池城などがね見えますので、まあそういった山城を、連携してね比企丸山市はねここのね守りを固めてたんじゃないかななんて思います。はい、こちらがね本丸跡です。本来は、いい天気です。このなんていうんだ、ひっそりと佇むね、訪れる人もめったにいないねところに看板立ってて、なんかこう愛おしいですよね。ということで、綺麗にねしておきましょう。ね、氷は落ちるね。なんかこう昔の集落跡もあり、すごい急斜面もあり。だ、母さん転んだんだよな。そう、強打しましたよ。大丈夫なの？わからないなんて登ってきましたので大丈夫です。大丈夫なの本当に、はい、うん、なんか天気いいけどやっぱり日陰のところはぬかるんでます ね、下がねちょっと湿ってるんでね、滑りやすいんで気をつけた方がいい、ね、だからちょっとねしっかりした足元装備した方がいいですね、うん、ね、福寿草も咲きましたし蝶々も飛び始めて、春が始まった感じですね。しかし明日から寒いんだよ。明日から寒いのかそうかそうか